6日午後9時半ごろ横浜市戸塚区の集合住宅に住む男性からヘビがいなくなったと通報がありました警察によりますと逃げたのは男性がペットとして飼っていた体長およそ3.5メートル直径およそ10センチの黄色い網目にニシキヘビです毒はありませんが巻きつく力が強く人を窒息させる危険性もあるということです それはもう不安ですよ。相当大きそうな。蛇らしいですから。男性は死の許可を得て蛇を飼っていて帰宅したところ、蛇が入っていたケージの扉が開いていて、部屋の窓も開いていました。警察は7日朝から通学路で見守りをするなど警戒を続けています。